たりパンパンだね。入れない可能性大だわ。撮って撮って次の店謎の店っていう感じで、はい、どうも、おいき工房ゆうたです。よしけです。とりあえず、インタビュー実は僕たち、やめちゃいましたんで、勝手にで、今日の動画ましたね、はい、今日の動画としては、リマージみたいに戻って、はい、で、アメリカのアルコールって強いんですよね、日本と比べて圧倒的に。いや、そうね、思ってみればね。だから、いわゆる僕たち一般日本人男性がどれくらい潰れるのかっていうのをね、簡単に検証していきたいなと思いまして、で、ルールとしては、はい、じゃんけんで、お店に入ります。はい、じゃんけんで負けた方が、基本的にお酒を払います。はい、勝った方が、ノンアルコールです。で、2回連続、じゃんけんで、お酒飲むのが決まった場合、はい、次の店に行きます。もういいね。その2回連続で負けた方が、基本的にそのお店の代金は支払いということで、で、早速行きましょうか。はい、はい、一番うまい極上のロコモコの店でございますんで、行きましょう行きましょう。ノーニーズレザベーションですね。あ、やべえ、早速レザベーションあるっぽい。入れるかねっていう話だ。入れんじゃね。これコンタクトチェイシングでしょ。あ、切った方がいい。90もいいよ。言われる可能性もあるんで。あ、そうか。最初だけじゃんけんね。最初だけ、何も言わない。じゃんけんしましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ。ということで、陽気なアルコールを選んで、僕はウェコーラ飲みます。あ、ね、俺が選べる。選べます。まずコロナで飲みたいな。え、でも結構、ここのカクテルは割安よ。そうなの？ちなみに、情報として、ワイキの端っこのカクテルは安いです。真ん中に行けば行くほどカクテル長くなりますので、カクテル飲むなら結構いいよ。例えば、おすすめは、毎体もだし、毎体とか15ドルで、安くはないけど、マルゲリータとかも15ドルで、レモネードも15ドルで、全部15ドル。15ドルか。日本の渋谷で普通ぐらいだね。でも、マジ、ワイキの真ん中行くと20ドルぐらいです。でも一応、ブルーハワイ。ブルーハワイに行きます。あと普通のレッドブル僕で、お願いします。はい。ブルーハワイか言うたらということで、いただきます。ハワイに来た気分にならないとね。久しぶりワイキキだし、言うて俺たちもさ、ハワイに住んでるけれどもさ、ワイキキに来ない限りハワイ来たって感じしないじゃんね。あれ、ワイキのブルーハワイって一瞬で終わるやつ。そういう風になると動画的にも圧倒的にすぐに終わっちゃう可能性あるんでゆっくり飲めた。あのね、すごいさっぱりしてる、本当のブルーハワイ。でもちょっとアルコールちょっと強め。だいぶカクテルっていうジャンルは基本的に日本の居酒屋のものと比べて全然アメリカなんですよ。これ強い、圧倒的に強いから、同じ量飲んでるっていう感覚でも一杯で、大体2杯くらいで意外とやられるじゃん。そう、あ、ちょっとまずいってなってくるじゃん。で、じゃあぶっちゃけ他のカクテルと比べてアルコールこれ強い弱い？長年の経験上、弱い弱い。あ、弱い派なんだ。弱い。で、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。これでルールとしては、陽介が2杯目飲みます。で、かつここのお支払いは陽介になります。で、かつ次の店に移動です。次のショット行こう。いや、陽介行こうじゃない、行くだろ。行くって言い直して。ちょっと一人か、楽しいや。頑張って。俺多分未成年だと思われてるから、これはこれしか飲まないで。じゃあ、オーダーしてください。やげらっしゃらった。え、これ安全はさ、あ、ここだ。じゃあ。はい。Just a mic, please. Hey, appreciate it, thanks. No problem. Feels good? はい、来ました。ショットの量多くない？多いよ。日本の2倍ぐらいない？これ多いよね。まあね、日本のショットより多分 1.5 倍ぐらい多いと思う。倍以上多いと思うよ。いただきます。飲み込んで、で、そのヤンヤンボーみたいな。
一応あのワイキキって12時までだからね、飲めるの。あ、そうなんだ。13日から10時になるから。あ、そうなんだ。はい、テキズっていうところに今来ようとしてるんですけど、あの今いたね、ルルーズのもう的なんですね。ダイヤモンドヘッドじゃなくてアラモアナガの側の方に一本したところにあります。ということで、様子が全部説明してくれたということで、お店に入りましょう。いやー、酔っ払ってきましたね。はいはい、後ろに人いますよ。シュッシュッ、やばい、やばい。あ、待って、かなりパンパンだね。入れない可能性大だわ。まあ、ちょっといい感じになってるけど、ちょっと行ってみようよ。チューハイ飲んだらいい感じ、チューハイ飲んだらいい感じ。あの、僕飲んでないですからね。あの、バーで行くのか聞いてみよう。そうね。 I want to wait for two people. Oh, for real? Okay. お店の雰囲気、こんな感じです。こんな感じ。プールバーなんですよね。ホテルのプールの横にあるバーなんです。ちなみに、まあ、メニューはQR コードで取るとは変わらないんだけどね。あ、そうだね、ここにあるよね、QR コード。さっきの感覚的に毎回15ドルだったよね。ここ18ドルだね。あ、ちょっと高くなった。3ドル、だいぶ、だいぶだね。毎回で、一回測ろうか。じゃんけんしようか、まずは。 OK、 グー、じゃんけん、ふい。やばくね、俺今日めっちゃ飲むタイプやん、今日。あ、俺これ持っても仕方ねえ、自分で選べ。あ、そういう。Thank you! Sex on the beach でーす。カラフルだね。あ、こうだと、パッパ。パッパ。あのね、パイナップルじゃないの、これ。いや、俺も思ったんよ。パイナップルじゃないの。あのね、マンゴージュースの味が強いよ。あ、ピーチ。ピーチやマンゴーじゃねえじゃん。じゃあ、行きます。最初はグー、じゃんけん、ポイ。おい、そうやろ、お前。俺のための企画になりました。ヨスケ、ヨスケ、そろそろ考えた方がいいよ、ヨスケは。あの、調子の負担伸びからすると、あの、動画的にもう終わっちゃうよ。オッケー、じゃあ、ジェームソンのセットで行きましょうか。いいんだよ。あ、すげえ、来た。ワッキー来た、ワッキー。やめろよ、日本語わかるぞ、話して。なんでそれ失敗したことが日本語わかるっていう。そうだね。注意してあげてくださいよ、ですけど、それショット。あ、さ、これショットなんだけどさ。じゃあ、コーラと比べようぜ、ショット。バカじゃないの。じゃあ、ですけ。チッチーチッチー。一般的な日本人男性どうですか、アルコールの濃度は。日本人男性。24ドルでしょ。20ドル41セント。ああ、20ドル。あ、ちょっと安くなったね、さっきより。アルコール一般男性の基準どこにいるんですか、今。今、アロヒロニホテルのソファにいます。随分と立派な場所ですね。で、アロヒロニホテルの2階にね、そっち出口だ、バーがあるんでね。で、そっちのバーに行きますよ。そっちのバーに行きたいと思います。行きましょう。プールバーね。大体ホテルのプールバーって入れるからね。そうね。で、本来ね、ここはね、実はあの水族館になってるレストランなんだけど。ハイコーヒーになってるコーヒー屋さんに。レストランなくなっちゃったんだね。アジアゲストサーツ。なんかすげえんですよ。人種差別じゃね。アジアゲストサービスってやばい。本当だよね。ダメだと思うんだけど。3軒目。アロヒロニホテル。ここで多分チェックインしたわけなんだよね、初めに。で、今アロヒロニホテル来たんだけど、なんか今忙しすぎて、ホテルゲストとリザベーションオンリーって言われちゃったから。でもな、くじかれた感じですね。ここジグっていうのはね、日本人にも有名なところだしね。ここね、いろんなお酒あるのよ。日本酒とかさ、焼酎とか芋焼酎とかね。リザベーションないんですけど、2人で大丈夫ですか。ここはなんかアルコールとしてはメガ系だよね。メガキリンとかメガ、レモンサワーとかね、あるから全敗してるからね。貸したよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。やばくないこれ。これやばい。これちなみにこれ仕組んでませんからね。あー、やばいね。サンサーやめて。やばい、レギュラー。ちなみにこれレギュラーコーヒーとして乾杯。ちょっとこれすごいね。箸が入ってない。箸入ってない。ほとんど入ってない。
俺が一気しようとしてもこれぐらいよ。いやね、冷たいのよ、ね、手首が痛くなってきた。おーいいね。おーいいっすね。すっぽんの鍋焼きですね、これは。どこにすっぽん用か。おめでとうございます。ってことでだいぶボリュームある。じゃんけんタイム。最初はグーじゃんけん、はい。おー最初はグーじゃんけん、はい。やばいやばい、壊れた。撮って次の店、謎の店でいい。あのみんな出てきてるけど大丈夫。隣の謎の店に Did you guys do the last call already? Yeah, we already did. I tried Cavern will still be open. おじさん枠さ、うん、右行って左やん。俺は知ってんのよ。ユータ、俺ユータ知ってる？せーの、ゲイバーだね。ですよね、これ。もうあのおっちゃん何思って俺たち。テキーラ。I see trees of green, red roses too.I've seen them blue